Life is Gamble の人生を春風からです。はい、ということでね、本日の企画は何ですか？何これ。今回の企画はプロギャンブラーに100万円渡したら3日間でいくらに振らせるのか。よいしょ。え、これもらえるんですか？そちら米ドルで7000ドルになってます。はいはいはい、日本円にして大体今やったら100万円。そうですね、100万円なんですけども、はいはい、どういう使い道にしてもらっても構わないです。とりあえず100万円をその3日間でどんどん増やしていってもらいます。え、ポーカーでいいんですか？ポーカーで大丈夫です。あ、いつもやってることやん。まあそうですね。え、なんなん、いつもさ、なんか縛りでさ、ここまでいったらサイドギャンブルやらなかったとかさ。それはないですもん、今回は。マジか、はい、確かにシンプルかつみんなが見たい企画かもしれない。まあサイドギャンブルやりたいんやったらやってもらってもいいです。いやー、やんないですね。あの、正直ね、今回の遠征サイドギャンブルやらされてめっちゃ負けてます。はい、なんでまあやらないんですけど。まあわかりました。この7000ドルをいくらに増やせるかっていう単純な企画ですね。そうですね。どんぐらい増やせそうですか？でもさ、やっぱすごいって思われたいからさ、一般人とか芸民に、うん、大体あの地上ビタはどんぐらいからすごいと思うんですか？3日間で平均所得から考えたら3日間で3-4万、よくて5万で高級取りみたいな感じ。しょぼいよ。だるいよ。ガチで、まあ、1日1万円やったらこのベガスではマジで生活できない。夢見せたいところもありますし、510とか上振れたら1日に100万とか全然勝つこともあるんで、2倍にはしていきたいかな。最低200万円。そうやね。だから7000ドルやから今で言うと1万4000ドルかになってたら、春ポーカーの中のね、裏ミッションとしてもクリアかなっていうふうに思います。なるほど。ということで本日も510-20ですね。やっていく、あくってー。ということで始まりました、軍資金100万円を3日間でどれだけ増やせるのか。春ポーカー自身も楽しみなチャレンジではあります。というところで、このハンドテンズミドルポジションから春ポーカー、このハンドもちろんオープンしていきたいと思います。選んだサイズはストラドルの3倍、レイズ60ドルを選択。このポーカールームアリアはかなりのディープスタックでバインインすることができるんですが、今回春ポーカーはリスクヘッジを取って控えめの2000ドルバインインで入っています。というところで、春ポーカーのオープンに対してカットオフのプレイヤーがここで3ベット150ドルを選択。比較的安めの3ベットが飛んできました。これに対して春ポーカー4ベットを返すかコールを選択するかですが、基本的にこのシチュエーションでテンズはコール止めの方が多いかなと思い、春ポーカーは今回ポストフロップを戦おうとコールを選択。初手からセットとかいう簡単な展開が欲しい。というところで、フロップはキングライン3のレインボーボード。このボードに対して春ポーカーはチェックを選択。オーバーカードが1枚は落ちていますが、ヘッズアップの状況で春ポーカーのハンドそこまで弱くありません。相手から CB が飛んできたとしても一発はさすがにコールしないなぁと思っていると、ここでカットオフのプレイヤーからコンティネーションベッド150ドルが飛んできました。オリジナル側はどんなハンドを持っていても一発は CB を打つプレイヤーも多いボードだろうなというふうに思っていたため、春ポーカーはコールを選択。ターンに押したのは7のスペード。どちらのプレイヤーにもほぼ関係のないラグが落ちました。というところで、春ポーカーはターンに対してもチェックを選択。相手のアクションを待っていきたいと思います。春ポーカーにとってのオーバーカードが落ちなかったため、ターンでベッドが来たとしてもポラライズされない限りは基本的にターンもコールしようかなと思っている春ポーカー。ここまでプレイしてきた中でもこのカットオフのプレイヤーは結構アグレッシブな印象があったため、このようなマージナルなハンドでも相手と戦うと決めたらある程度気合を入れないとなというふうに思っていました。というところで、カットオフのプレイヤーがここでベット350ドルを選択。相手の印象的にパッシブな印象があればこのベットに対してもフォールドの選択肢が出てきますが、普通にアグレなプレイヤーだったためコールはしたいと思っています。グラフ転換も一部ありなのかなというふうには思っていましたが、このテンズというハンドより9ヒットだったり3ヒットなどをそちらに変えた方が期待値がプラスかなと思い、今回はシンプルに商談を目指したコールを選択しました。というところで、リバーに落ちたのは6のダイヤ。このボードに対しても春ポーカーはチェックを選択。リバーもテンパチなどはストレートが完成していますが、そこまで関係のないカードが落ちました。このボードだとエースキングだったりエーシーズを持っていたら3発打ち切れるかなというふうに思うので、ここでも相手からベッドが飛んできたらさすがに諦めかなと思っていると、相手プレイヤーはここでチェックバック。頼むから買っといてくれ、春ポーカーはテンズを商談。すると相手はここでハンドをマック。ナイス。このマージナルなハンドでのギリギリの戦い、ポットこそそこまで大きくはありませんが、リバー打たれたらもうほぼほぼ降りなあかんやろなと思いながら待ってるリバーの瞬間がたまんね。春ポーカー気持ちいい。ということで、今回の企画、悪くない滑り出しを見せた春ポーカー、続いてのハンドはこいつだ。UTG
プラスワンから。春ポーカーこの激アツのプレミアムハンドでがっつりチップを増やしていきたい。ワンチャンこの位置からリンプ選択もありかなとは思いましたが、今回はシンプルにレイズ60ドルを選択していきました。シンプルにスチールは思んないし、コールもしくは3ベット飛んでこい。そんなことを思っていると、ここでハイジャックのプレイヤーが3ベット200ドルを選択。さらにその3ベットに対してボタンのプレイヤーがスナップでコールされました。これはマジで激アツ展開。春ポーカー分かりやすく4ベットを返してやろうと思っています。ですがまさかの春ポーカーの右に座っているストラドルのプレイヤーまでハンドをすぐに捨てず参加するか迷われているような状況となります。嘘やろ、お前まで参加してくるん？それは激アツすぎるって。やけどエーシーズだけはマジでやめてくれよ。そんなことを思っていると、ここでストラドルのプレイヤーが4ベット800ドルを選択されました。いやー、これはかなり強いアクション。 A シーズもによってはきますが、春ポーカー自身プリフロップにおいて2番目に強いハンドを持っています。ストラドルのプレイヤーが A シーズを持っている可能性も考えられますが、エースキングだったりライト4ベットの可能性も十分にあるでしょう。これはさすがに降りれへん。一発かますか。もうお手遅れだよ。やさかにお任せだ。春ポーカーのスタック的にもここはオールインかますしかない。ということで春ポーカーはここでオールイン2400ドルを選択。ハイジャックボタンのプレイヤーはフォールドされて、ストラドルのプレイヤーがコールされました。ここで相手の表情を見た春ポーカー、ウキウキでコールしたというよりかは若干嫌そうな顔をしています。これはさすがにキング使ってるやろ。あとは下振れんかったらいい。ボードは9、4、デュース、そしてエース、リバーに6。頼む、キング使っといてくれと思っていたら、ここで相手のハンドはエース点スーツ。もう手遅れだよ。勝てたのはたまたま。長期的に見るとこっちに軍配があるよね。これは痛すぎるって。相手はエース点でライト4ベットを返していたようです。ここでいきなり最初にバインした2000ドルを失ってしまった春ポーカー。ここで残り軍資金5000ドル、やばいぞ春ポーカー。開始早々キングスで大下振れを食らってしまった春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キング9スーツ BB から。現在カットオフのプレイヤーがレイズ50ドルを選択している状況となります。それに対してボタンのプレイヤーがコールを選択。 BB とポジションは悪いですが、キング9スーツマルチ A ならある程度戦っていけるかなと思い、春ポーカーもコールを選択しました。さらにカットオフのプレイヤーがブラフ型なところもあったので、このようなハンドはバチコリ絡んだら自信が持てるし、絡まなかったらすぐに諦めれるようなハンドなので相性がいいかなというふうに思っていました。というわけでストラドルのプレイヤーもコールして、4ウェイでフロップに落ちたのはキング10-5の2スペードのボード。春ポーカーにとって激安のボードが落ちてくれました。ですが春ポーカー焦らず、ここはチェックを選択。するとブラフが多いカットオフのプレイヤーがここでコンティネーションベッド100ドルを選択。このベッドに対してすぐさまボタンのプレイヤーがコールされました。これに対して春ポーカーコールをするのかレイズを選択するのか、ポジションが悪いということもあるので、今回はフロップからレイズをかましていきたいと思います。ということで春ポーカーここでチェックレイズ400ドルを選択。すると BB のプレイヤーがフォールド。カットオフのプレイヤーがどうするか。もちろんキングの強いキッカーを持たれていた場合は怖いですが、一発チェックレイズを返していることによってキングのキッカー強しもそこまで自由には動けないと思います。というところで春ポーカーのレイズに対してカットオフのプレイヤーのみコールしてヘッズアップでターンに向かいます。ターンに落ちたのは激アツのエースペード。春ポーカーはまさかの夏フラッシュになりました。これで怖いものはなくなった。春ポーカーこのターンに対してベッドを選択するか、スロープレイのチェックを選択するか。相手自身ブラフでレイズなども多めに返すプレイヤーだったため、今回は安めにベッドして相手にレイズをさせる余地を残しつつバリューを取っていきたいなと春ポーカーは思っていました。バリューターゲットとしてはターンで拾ったエース、さらにはキングクイーン、キングジャックといったところを狙っていきたいと思います。ということで春ポーカーが選んだサイズはベッド550ドル。安く打つとは言ったものの、あまり安すぎるとバリューに見えすぎるかなと思ったため、春ポーカーのイメージ的にはキングクイーンだったりキングジャックを持っていて、ターンで完全なるスケアカードは落ちたもののポットを押さえつつリバーまで迎えたいよといったようなベッドサイズを意識しました。このストーリーが伝わっていらんことしいな相手がフラッシュ主張でめっちゃでかいレイズを返してくれたら嬉しいなと思っている春ポーカー。さあいらんことしてこいと思っていましたが、ここでカットオフのプレイヤーはフォールドを選択。激アツのボード展開でしたが、ターンでのバリューベッドは決まらず、次は引き出しきる春ポーカー。
まだ収支的にも負けている春ポーカー、続いてのハンドで取り返していきたいというところで、このハンド3、4スーツハイジャックか。ハンドレンジを分かりやすく悟られないためにも、このようなハンドも一部オープンしていきますというところで、春ポーカーはここでレイズ50ドルを選択。キングスで1回目の2000ドルバーンインを全て溶かし、再び春ポーカーは2000ドルをバーンインしたんですが、そこから徐々に増えて、現在の収支はマイナス1000ドルぐらいかなといった状況になります。というところで、春ポーカーのオープンに対して、ここでカットオフのプレイヤーがリレーで160ドルを選択。そしてその3ベッドに対してボタンのプレイヤーがコールされました。春ポーカーが持っているこの3、4スーツ、もちろん強くはありませんが、3ウェイなら割と戦えます。2プレイヤーのスタックがディープということもあるので、ポジションが一番悪い状況ではありますが、戦っていきたいと思います。春ポーカーはここでコールを選択。3ウェイでフロップに参る形となりました。というところで、フロップに落ちたのはクイーン5デュースの2クラブのボード。春ポーカーにとって激アツのボードが落ちてくれました。春ポーカーはボードに対してフラッシュドロープラスオープンエンドストレートドローのモンスタードローがついた状況となります。ということで、春ポーカーこのボードにチェックを選択。するとオリジナルのカットオフのプレイヤーがベッド150ドルを選択されました。そしてまさかのボタンのプレイヤーがここでレイズ310ドルを選択。かなり込み入った状況となりました。このボタンのプレイヤー十分に強いアクションをとっていますが、どんなハンドに対してもほぼほぼ 50% 以上の勝率はある春ポーカー。もちろんコール以上の選択肢で考えています。ここで春ポーカーがレイズを返せるハンドとして、このような3、4クラブクラブだったり2ポケ、5ポケはレイズを返していけると思います。2ポケだったり5ポケを持っている可能性は春ポーカーが一番多いかなというふうに思います。ボタンのプレイヤーがもしもフラッシュドローなどでレイズを返していた場合、ここで春ポーカーがもう一発レイズを返したとすると、降りてくれる可能性も全然あるでしょう。またエースクイーンなどでボタンのプレイヤーがレイズをしている場合、そこら辺も降ろせる可能性が出てきます。もしもレイズが入らなかった場合は、高確率でコール止めを選択しようと思っていましたが、ポジションが一番悪い状況でこのレイズに対してコールを選択してしまうと、後手に回ってしまい少しもったいない状況になるかなと思い、春ポーカーはここでさらなるレイズ800ドルを返していきました。春ポーカーには2ポケ5ポケの可能性が十分にありますし、逆に言うとカットオフボタンのプレイヤーはなかなか2ポケだったり5ポケを持っていることは少ないんじゃないかなというふうに思っていました。春ポーカーのリレーズに対して、ここでカットオフのプレイヤーはフォールドを選択。カットオフのプレイヤーにはクイーンズなどのレンジが存在するかなというふうに思っていたため、そこからさらなるレイズとかが飛んできたらさすがに怖いなと思っていましたが、そこが降りてくれてまずは一安心。ボタンのプレイヤーはどうするか。ここでボタンのプレイヤーは春ポーカーのリレーズに対してコールを選択。ヘッズアップに人数減ってターンに向かいます。ターンに落ちたのは4のスペード。春ポーカーはターンでフラッシュもしくはストレートを引きたかったですが、願いは叶わず。ここで相手のスタック、そして春ポーカーのスタックを確認すると、お互い2000ドル弱ぐらいのスタックしかありません。それに対して現在のポットは2265ドル。気合を入れるならオールイン選択もありだと思っています。フロップの強いアクションにコールされている時点で下ろせるところは結構少ないかなとは思いますが、あくまで2ポケ5ポケ主張で、相手のエースクイーンだったりフロップで降りなかったエースハイフラッシュドローなどを下ろせたらいいかなと春ポーカーは思っています。どちらにしろ春ポーカーこのハンドでこの状況降りることはなかなかできないので、そうなると相手のベッドにコールで受けるより自分から先に入れて少しでも相手を下ろす状況を作った方が期待値はプラス。ここで初めての試み、セーラームーンかませ。頼む、降りてくれよ。春ポーカーはここでオールイン1800ドルを選択。すると相手はここでスナップコール。相手は何を持ってるんや。まあ何も垂れてたとしてもストレートもしくはフラッシュ引いたらいいんや。ここで春ポーカー2回勝負を選択。1回目は7のダイヤ、2回目はジャックのハート。それはきついって。春ポーカーが3、4を見せると相手のハンドはまさかの2ポケ。プリフロップで降りとけよ。ということで春ポーカー TWICE を選択するも、どちらもアウトを引くことはできず、ここで日本円にして80万円を超えるポットを失ってしまう結果となってしまいました。やばい、もう完全に焼けた。軍資金テーブルに全部置いたれ。次は絶対ぶちかますぞ春ポーカー。
先ほどのハンドで完全に追い詰められた春宝か。残された軍資金を全てテーブルに置きました。これがなくなったら3日間の企画が1日目で終了します。というところでこのハンド4パチオフスーツ BB から、今回はボムポットという少し特殊なルールで行われます。ボムポットの説明はこんな感じ。というところでフロップからのアクションとなるんですが、フロップに押したのは10パチ3の2ハートのボード、ボードに対してセカンドヒットの春宝か。ボムポットということ、さらにはドローもついてきやすいようなボードのため自信を持ちにくいハンドではありますが、 5A なら打っていけるかなということで、春宝カーはフロップで安めの CB を使っていきました。春宝カーのベッドに対して UTG、 そしてカットオフのプレイヤーがフォールドを選択、ボタンのプレイヤー、さらには SB のプレイヤーがここでコールを選択されました。このフロップのベッドによってうぞうむぞうのハンドはある程度下ろせたと思うので、ターンからボードを加味した上で立ち回っていこうと思います。というところでターンに落ちたのは6のダイヤ、このボードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択、春宝カーのターンとなります。ターンでもベッドを選択してしまうと10ヒットに対して放銃してしまうパターンの方が多いかなと思ったため、春宝カーもここでチェックを選択。ボムポットではフロップの CB で全員降りてしまうこととかもザラにはあるんですが、今回は2人ついてきたので慎重にプレイしていこうと思いました。ここで SB、 そして春宝カーのチェックに対してボタンのプレイヤーがベッド300ドルを選択。このプレイヤー自体このテーブルで結構プレイしてきて、めちゃくちゃベッドしてくるプレイヤーだという認識がありました。ボードに関してもフラッシュドロー、ストレートドローとかなりドローが多くあるボードなので、この相手に対しては降りれないかなと思い、春宝カーはコールを選択。リバーに押したのは7のスペード、相手が9を持っていた場合リバーでストレートを引かれている状況となります。ですが春宝カーのアクションライン的にも9を持っている可能性は十分にあります。リバードンクベッドをしてブラフ転換するのもありかなとは思いましたが、フラッシュドローミスなど相手がドロー完成していないところもあると思いました。今回は春宝カー自身もある程度ショーダウンバリューがあるハンドを持っているんじゃないかなというふうに思ったため、ブラフに回すならもう少し違うハンドの方がいいかなと思いました。ということで春宝カーはここでチェックを選択。相手が10ヒットだったり2ペアなどを持っていたとしても、このリバーに対しては割と止まってくれることが多いため、ショーダウンが狙えるんじゃないかなと思っていました。ですが相手プレイヤーはこのリバーにおいても強気のベッド750ドルを選択してきました。結構強気のベッドサイズのため、バリューハンドの本戦でいうと9のストレート、あとは若干セットなども入ってくるかなというふうに思います。それに対してドロー滑りも結構ありますし、この相手の特徴的にもブラフはあり得る。ブラフ取り締まるわよ。もちろん持ってる時持ってない時どちらもあるとは思いますが、この展開かつこの相手ならブラフもあり得る。春宝カーはコールを選択、すると相手のハンドはジャックセブンオフスーツ。やったー、犯人確保。ということでキワッキワではありますが、春宝カーなんとか8ヒットで勝利。フロップがポットに対してかなり安めの CB だったため、ドローなどからも広くコールをもらえていると思っていました。相手の特徴、さらにはボード的にもチェックコール体制でブラフを引き出すのが一番得策かなと思った春宝カー。マジでこのブラフキャッチミスってたら企画終了してたぞ。ナイスブラフキャッチ春宝カー。はい、ということでね、1日目の実戦終わりました。見ていただけましたでしょうか。あのキングズエースデーに負けんなや。はい、春宝カー7000ドルあった資金が3200ドルに50万円以上負けてます。いやーきついね。200万にするって言ったけど、あの無理です。取り戻す旅が明日から始まります。まあ、こういう日もあります。正直ちょっとまあ今日疲れたんでね、今日のプレーの反省とかして寝て明日に生かしたいと思います。ということで明日の実戦もお楽しみに。ということでね、1日目を終えたわけなんですけどもね、昨日事故に遭いましてね、半分以下にねお金が減ってるっていう状況なんですけども、このまま負けてたら何がプロギャンブラーやねんっていうことなんで、本日はしっかり取り戻そうと思っていますっていうところなんですけども、春宝カー残っている軍資金的に5-10-20はね、さすがに厳しいんじゃないかなっていうことでね、本日は5-10実戦をしようと思ってね、ベラージオに来ました。とりあえずはプラマイゼロぐらいにね戻せたら嬉しいなっていうふうに思ってます。ということで春宝カーの熱きベラージオ5-10実戦かましていくや。目の結果を受けて悔しいですが、5-10にレートを下げた春宝カー。ワンクロール管理は何よりも大事。というところでこのハンド10パチオフスーツ BB から、カットオフのプロのプレイヤーがレイズ30ドルを選択されていたので、春宝カーはそれに対して BB からディフェンスコールを選択しました。というところでフロップに落ちたのは10-3デュースの2ダイヤのボード、春宝カーはトップヒットと E ボードが押してくれました。このボードに対して春宝カーはチェックを選択、カットオフのプレイヤーはここでベッド40ドルを選択されました。相手のベッドに対して春宝カーは余裕でコール
功労選択ターンに向かいます。ターンに落ちたのは4のスペード、かなりベッドのボードとなりました。というところで春ポーカーはここでもドンクベッドはせずチェックを選択。ドローもかなり多いボードなので相手からベッドをもらった際にはレイズも考えていきたいと思っていました。ですがここでカットオフのプレイヤーからポットオーバーベッド230ドルが飛んできました。ドローが多く見えるボードだからこそバリューでポットオーバーを打たれてる気もしますが、相手自身プロのプレイヤーということもあるのでそういう状況でもある程度ブラフは混ぜてくると思います。ここは一発さえれば春ポーカーはゴールを選択。するとリバーに落ちたのは8のクラブ、激アツのボードになってくれました。このボードに対して春ポーカーはもちろんドンクベッドはせず相手からのベッドを待っていきたいと思います。このボードなら上ポケを持っていたとしてもバリューでベッドが飛んでくる可能性が高いと思いますし、ドロー滑りに対してもベッドの機会を与えるためにはここはチェックで相手からのベッドを待っていくのが吉でしょう。そんなところで春ポーカーの残りスタックは600ドルほど。さあぶち込んでこい。リバーでラッキーしたかもしれんけど春ポーカートップ2ペアや。もしドロー滑りしてたとしても諦めんな。日本人をビビらすつもりで入れてこい。そんなことを思っているとここでカットオフのプレイヤーはオールイン。春ポーカーはコールを選択すると相手のハンドはまさかのエース5オフスーツ。いやー開幕早々きついって。ターンで相手はガットショットのストレートを積もっていたようです。2日目いきなりのバッドスタート。おい3日目まで100万円持たへんのちゃうんか春ポーカー。2日目もヤバいスタートを切ってしまった春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース5スーツミドルポジションから春ポーカーはこのハンドで 3BB オープンのレイズ30ドルを選択していました。というところで春ポーカーのオープンに対してカットオフのプレイヤーがコールを選択。 BB のプレイヤーまでフォールドされたのでカットオフのプレイヤーとヘッズアップでフロップに参る形となりました。そろそろフロップフラッシュで前段取りとか簡単な展開ください。というところでフロップはジャックフォーデュースのレインボーボード。春ポーカーはボードに対してガットショットストレートドロー、さらにはバックドアフラッシュドローがあるような状況となります。というところでまあ普通に CB を打ってもいいボードかなというふうに思ったため春ポーカーはコンティネーションベッドを40ドルを選択。するとカットオフのプレイヤーはスナップでコールされてターンに落ちたのはキングのダイヤ。春ポーカー自身実際に絡んではいませんがオリジナル側に有利なボードになってくれたためターンでもベッドを継続して2ヒットだったり4ヒット、さらにはジャック以下のポケットペアを下ろすか。剣を掴んでいくわ。キングヒットをした時などと混ぜて自然なベッドサイズを選んでいきたいと思います。ということで春ポーカー155ドルのポットに対してベッド90ドルを選択。ここでかなり高めに打ってしまうとエースクイーンやエース10などを持っていた際にブラフベッドをしているサイズにも見られるかなと思ったため今回はいかにもバリューベッドそうな額を選んでいくことにしました。フロップではスナップでコールされてしまいましたがターンに関してはある程度悩んでいる相手、ここで降りてくれたら一番楽ですが、もしもコールされたとしてもリバーカードによっては3発ブラフも決め込むぞ。そんなことを思っていると相手プレイヤーはここでコールを選択。リバーに落ちたのは9のクラブ。リバーで10やクイーンあたりが落ちたら高頻度でブラフをかまそうと思っていましたが9ならシンプルに諦めてもいいかなとも思いましたが、フロップかなりのドライボードから打ち出しているということもあるのでトリプルバレルは強く思われそう。ボードも春ポーカー側に有利やしここは行ってもいいんちゃうんか。草薙剛を使っていくわ。行きなさい。間違い探しの間違い。このボード展開なら一部このようなハンドもトリプルバレルブラフに混ぜてもいいでしょう。ということで春ポーカーはベッド250ドルを選択。すると相手プレイヤーはスナップでフォールド。リバーもポラライズさせずに自然なベッドサイズを意識するようにしました。リバー諦めずに打ち切る勇気、ナイス春ポーカー。さすがにそろそろ調子をぶち上げていきたい春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングデューススーツ BB から。3ベッドが入らない限りは BB から結構ディフェンスできるようなこのハンド、スーツということをしっかりと生かして立ち回っていきたいと思います。ここでミドルポジションのプレイヤーが 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。このレイズに対してハイジャックのプレイヤーがコールされました。というところで春ポーカーのターンですが、まあ3ウェイでこのハンドをコールしてもいいかなということでディフェンスを選択。3ウェイの状態でフロップに参ります。フロップに落ちたのはキングクイーン7の2スペードのボード。春ポーカーにとって激アツのボードが落ちてくれました。春ポーカーはトップヒットに加えてキングハイフラッシュドローというかなり強い状況にあります。そしてオリジナルのミドルポジションのプレイヤーがここでコンティネーションベッドを60ドルを選択。ハイジャックのプレイヤーはフォールドして春ポーカーはここでコール止めを選択しました。というところでターンに落ちたのはエースのダイヤ。これが春ポーカーにとってめちゃくちゃなスケアカード。フロップドローで打っていたエースジャック、エース10、10ジャックなどそこら辺のハンドには全てまくられているような状況となります。
ます。もちろん春ポーカーチェックしたんですが、それに対して相手プレイヤーもチェックバック。リバーに落ちたのは5のクラブ。春ポーカーはリバーまでフラッシュを引くことはできず、キングヒットという状況ではありますが、キッカーも弱いため、春ポーカーは商談を目指すチェックを選択しました。プロップでクイーンヒットしているところとかはシンプルにチェックバックしてくれると思いますし、チェックしてほしいなと思っていると、相手はここでベット100ドルを選択。安いベットではありますが、春ポーカーはフォールドを選択。ブラフレンジはフラッシュドローぐらいかなとは思いますが、相手がフラッシュドローを持っていた場合、ターンでエースが落ちたことによって格好のブラフスポットなのにそこでベットをしないのは少し不自然です。まあこのリバーのベットはエースヒットもしくはキングのキッカー強いところぐらいしか打たないんじゃないかなと思い、春ポーカーを降りることを決めました。なかなかうまいこといかず焦る展開ではありますが、まあ無理するスポットではないでしょう。ナイス春ポーカー。バンクロール的にも慎重に戦っていかないとなと思っている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。ジャックインオフスーツカットオフからポジションもいいので、こちらのハンドをシンプルにオープンしていきたいと思います。というところでザンビー B オープンのレイク30ドルを選択。このオープンに対して BB のプレイヤーがディフェンスコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。というところでフロップに落ちたのはエースキング3の2スペードのボード。春ポーカー自身絡んではいないものの、オリジナルに有利なボードということ、さらにはガットショットだったりバックドアフラッシュドローがあるため悪くないボードが落ちてくれたなというふうに思っていました。というところで BB のチェックに対して春ポーカーは安めのコンティネーションベッド20ドルを選択。安めでも降りるところは降りるかなというふうに思っていました。ですが BB のプレイヤーはこの20ドルのベッドに対してコールを選択。ターンに落ちたのは9のスペード。春ポーカーはターンにてフラッシュドローがつきました。このボードに対しても BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。ターンからはポケットペアだったりスペードなしのキングヒットとかを下ろせたらいいなと思ってベッドしていこうと思います。ということで春ポーカーは105ドルのポットに対して 70% ほどのベット70ドルを選択。エースヒットはもちろん下ろせないとは思いますが、ターンの時点でもキングヒットあたりにはプレッシャーをかけつつ、リバーカードによってはもう一発打とうと思っていました。完全にオリジナルに有利なボードということ、さらにはジャックスペードを抑えているため相手のフラッシュも一部ブロックしています。割と強気に攻めていいスポットかなと思っていました。すると相手プレイヤーはここでコールを選択。リバーに落ちたのは5のスペード。春ポーカーはリバーにてフラッシュを完成することができました。これはリバーでバリューに切り替えていけるかなと思っていると、ここで BB のプレイヤーがドンクベット80ドルを選択。これは少し悩ましい展開となりました。もちろん春ポーカーこのベットに対してはコール以上の選択肢で考えています。シンプルにここはコールを選択するか、小さめのレイズで新バリューを取りに行くかで迷っています。このサイズは明らかなブロックベットですし、これをコール止めしたら相手の思うツボかなというふうに思いました。春ポーカー自身もめちゃくちゃ強いハンドではないですが、相手の思うようにはさせへんぞ。その程度のアクションは効かねえぞ。キングスペードとか持たれてたらめっちゃだるいけど、相手自身そこまで上手くないし、そういうハンド混ぜれへんやろ。ということで春ポーカーは下フラッシュに向けて新バリューレイズ180ドルを選択。ここにどでかいレイズかまされたらさすがに諦めるけど、さあ BB のプレイヤーお前はどんなアクションをするんや。 BB のプレイヤーは100ドルチップ1枚を投げてコールを選択。すると相手のハンドは68スペスペ。ナイスカウンターバニッシュ。お前のそのアクション効かねえぞ。どこの人間？俺って何の人間？ということで相手のブロックベッドを跳ね返し、春ポーカーの策略がハマりました。まくられてうざいみたいなリアクションと取ったけど、それが嫌ならターンでレイズ返しやがり。小さめのポットではありますが、ナイス春ポーカー。地道にではありますが、徐々にポットを取り出している春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。10-7オフスーツ BB から。現在 UTG プラス1のプレイヤーが 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。それに対してハイジャックのプレイヤーがコール。 3way なら全然戦えるかなということで春ポーカーもコールを選択。 3way でフロップに参ります。フロップに落ちたのは864のレインボーボード。春ポーカーはフロップで5でもストレート、さらには9でもストレートのダブルベリーストレートドローがついている状況となります。さらにボード的にも BB にマッチしているボードのため、実際にストレートだったり2ペアなどを持っている時と混ぜて今回はドンクベッドを選択していこうと思います。今回のベッドではキングハイだったりエースハイをシンプルに下ろせたら嬉しいなと思っている春ポーカーですが、ここで UTG プラス1ハイジャックのプレイヤーもコールして 3way のままでターンに向かいます。ターンに押したのはジャックのハート。春ポーカーは惜しくもストレートを引くことができず、フロップの時点でヘッズアップぐらいには持ち込めるかなと思っていましたが、まさかの2人ともコールのため、どちらかはある程度強いハンドを持っていそうです。ここは無理して
てベットをするのではなく、チェックを選択して、もしも相手からベットが飛んできた際には、チェックレイズも検討していきたいと思います。オールチェックで回ったとしても、シュンポーカー自身全然ドローを見れるので、それはそれでいいかなと思っていました。シュンポーカー、そして UTG プラスアのプレイヤーがチェックすると、ここでハイジャックのプレイヤーがベット100ドルを選択してきました。ベットサイズ的にも安いですし、シュンポーカーはコール、もしくはレイズをかまそうと思っています。相手のベットサイズ的にもそこまで強くなさそうですし、威嚇するためにもベットしてるようなサイズにも見えます。さらにオリジナルの UTG プラス1のプレイヤーもシュンポーカーのチェックに対してチェックを選択しているため、ここでチェックレイズを返したら8ヒットだったりは下ろせるかなと思い、シュンポーカーはここでチェックレイズ310ドルを選択。ナッツブロッカーの7も抑えてるし、ストレート持ってると思ってくれ、そんなことを思っていましたが、ここでまさかの UTG プラス1のプレイヤーがコールを選択。いやー、下ろせへんかったか。こうなったらリバーでストレート引くしかない。9引いたら激アツ展開や。それならハイジャックのプレイヤーも入ってこい、そんなことを思っていましたが、ここでまさかのハイジャックのプレイヤーはオールイン1300ドルを選択。それはきついって。すでに310ドルをレイズしてしまっているシュンポーカー。シュンポーカー自身ダブルガットショットがついている状況で、必要勝率満たしているのかなとここでは考えています。ハイジャックのプレイヤーはかなり強いアクションを取っているため、シュンポーカー自身もおそらくアウツは5もしくは9しかないんだろうなというふうに思っています。そう考えるとおそらくシュンポーカーの勝率は 16% ほど。オッズ的にもさすがに厳しいかということで、シュンポーカーはここでフォールドを選択。相手が何を持ってるか気になるところですが、ここで UTG プラス1のプレイヤーがコールを選択されたので答え合わせができます。というところでハイジャックのプレイヤーはプロップストレート、 UTG プラス1のプレイヤーはオープンエンドフラッシュドローでリバーで引けず、そのままハイジャックの勝利。あぶねえ、みんなバチ絡みすぎやろ。シュンポーカー自身もある程度スタックはいかれてしまいましたが、まあこの展開なら仕方なかったのかなというふうに思います。次は勝てよシュンポーカー。なかなかボードと展開に恵まれきれないシュンポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースジャックオフスーツ UTG から。こちらのハンドもちろんオープンしていきたいと思います。選んだサイズは 3BB オープンのレイズ30ドル。このテーブルで結構プレイしてきているので、プレイヤーの特徴も結構つかめてきました。というところで BB のプレイヤーがコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。というところでフロップに落ちたのは1075のレインボーボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。シュンポーカーもチェックバックしました。というところでターンに落ちたのは8のダイヤ。シュンポーカーはターンで9でストレートのガットショットストレートドローがつきました。ここで BB のプレイヤーはポットオーバーベッドの70ドルを選択。割とポラライズされた状況が作られました。ドローでもベッドされる金額だと思いますし、ポラライズされた状況だからこそ A サイでも勝っている可能性はあると思いました。ポジションがいい状況でガットショットもあるので、シュンポーカーはコールを選択。リバーに落ちたのは10のスペード。ターンでもしもドローでベッドしていた場合はどこも完成していないようなボードとなります。というところでこのリバーに対しても BB のプレイヤーは引き続き強めのベッド170ドルを選択してきました。もちろんセットだったり10のトリップス、ストレートなどを持たれている状況もありえますが、ドロー滑りも十分にありえる金額。ここはキャッチしに行くか。ここは一か八かだ。頼むモンスターバレー。 A サイという弱い状況ではありますが、シュンポーカーはここでコールを選択。すると相手のハンドはキング9オフスーツ。相手はドロー滑りのキングハイ。シュンポーカーはエースジャックオフスーツを称して見事にポットを獲得。ブラフキャッチだぜ。負けている可能性も全然あるとは思いましたが、このボード展開、さらには相手のアクションなら A サイでも全然コールしていいかなと思っていました。 A サイでのブラフキャッチがいっちゃん気持ちいい。ナイスシュンポーカー。この日もかなりの時間稼働しているシュンポーカーですが、あまり良くない展開が続いています。というところでこのハンド46スーツ BB から。割と直近でこのテーブルに座ってきたハイジャックのプレイヤーがここで 5BB オープンのレイズ50ドルを選択。これに対して SB のプレイヤーがコールを選択されたので、3ウェイなら46スーツ戦っていけるかなということで、シュンポーカーも BB からディフェンスコールを選択しました。というところでフロップに落ちたのはクイーンテン4のオールハートのボード。このボードに対して SB のプレイヤーがチェックを選択。シュンポーカーもチェックをするとハイジャックのプレイヤーがチェックバック。ターンに落ちたのは4のスペード。シュンポーカーはターンでトリップスに発展。フロップオールチェックで回ってしまっているので、おそらくクイーンヒットなどを持っている人は少ないかなと思い、シュンポーカーはここで安めのベッド30ドルを選択。するとここでハイジャックのプレイヤーはスナップレイズ200ドルを選択してきました。これはかなり怪しいアクション。シュンポーカーのベッドに対してかなりでかいレイズが飛んできました。シュンポーカーはトリップスとかなりのビッグハンドを持っていますが、これってコール？もしくはフォールド？教えてよひろゆき。コールした方がいい時もあれば降りた方がいい時もあるんですよね。
ビッグハンドを持っているシュンポーカーですが、相手のブラフハンドが見つからなさすぎる。シュンポーカーはここでエクスプロイトフォールドを選択。なんでこんな強いハンドフォールドすんねん。しっかりとした理由出せよ、ひろゆき。あ、このアクションに対するエビデンスですか。あ、一応アナルパック大学のアナリストから出てるんですけど、あ、まだ聞きます。ここで相手からお前なんでそれフォールドすんねんと言われ、相手はエースハイフラッシュを持っていたと言っていました。シュンポーカー自身ターンは安ベットをすることによってフラッシュドローだったり10ヒットなどマージナルハンドにもコールしやすいサイズを作っていきました。そこら辺のハンドは基本的にコールでいいのに、あそこまで大きなレイズを相手は選択。フロップはあえてチェックバックしているのも怪しいですし、まあほぼほぼバリューハンドしか出てこないだろうなというふうに思っていました。あのレイズがバリューレイズならばシュンポーカーのハンドはほとんど負けてる。フラッシュに対してはフルハウスでまくる可能性もあるなとは思っていましたが、シュンポーカー自身ポジションも悪いですし、ポットも小さい、無理するスポットではないかなと思いフォールドを選択。結果ナイスエクスプロイトフォールドでした。ナイスシュンポーカー。はい、ということでね、2日目の実戦終わりました。ポーカーおもんない、また負けました。7000ドルあった軍資金がついに多分2600ドルぐらいまでね減っちゃいました。よっしゃ、どうします。まあそうなんですよ、今日のキャッシュの間にね明日の動きどうしようと思ってたら、かなりね今回の動画ナイスタイミングだったんですよ。内容は言わないんですけども、明日はねプロギャンブラーとしてかなりの神ムーブ見せれるかなっていうふうに思ってます。ここまで見てくれた方ありがとうございました。ライフパンポーピッチポープリーおっぱいポン。オッケー。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど、俺はただ